伊集院光のパンダ大学。通称パンダイですよね。虫券ですよ。それとあと学費を1年分あの前払いすると、一括で前払いすると、あのパンダの形の、D パックがもらえるんですよ。僕のイメージではものすごい偏差値の低そうな、まあ、大学のイメージでね、この番組を作っていこうと思います。今日はなんかね、またあの番組に久しぶりの見学者ですよ。全員ね、あの来る時には大体この番組見学者来る時によろしくお願いしますなんて、伊集院さん最後までって言うんですけど、大体20分ぐらいで泣きながらね泣きながらスタジオを後にしますよ。肛門からドスクロイチを流しながらね。でいて、そのそれまでその見学者がいたところには、あのニポポ人形の血染めのやつが落ちてるんです。それで忘れ物だよね、ラーラーで投げつけられてっていうのが、まあ、慣習なんですけど、今日はですね、あの二人ね、営業の新入社員の方なんですか。営業部の新入社員の方が番組見学に来てるって。だからこの番組がもし、その何、営業的にお眼鏡にかなえば、あのスポンサーとかどんどんついてって、そうそう、お金とかも番組予算とかもどんどん増えていくわけじゃないですか。そこなんだよね。あのね、あれですよ、今の不況のこの時代ね、よく視聴率とか聴取率の高い番組は終わらないってみんな思うじゃないですか。それ全然関係ないんですよ。この時代は、この時間帯は特に、どんだけその聴取率が高かろうが、結局スポンサーがついてくれなきゃ、何の意味もないんですよ。だから、もう、僕はそういう、なんていうの、番組の魂とか全部お金で売るタイプの人ですから、あの、どっちにでも転ぶタイプの人ですから、例えば、あの芸名を東波と光にすることも全然可能ですよ、僕は。ね、番組タイトルも毎回なんかそういうなんていうの、あのついてくるその伊集院光の東京ワンタン本舗とか OK ですよ。あの東京ワンタン本舗がもしあのついてくれるって言うんならば、なあ、全然なら伊集院光の方も切っていいですよ。東波と東京ワンタン本舗っていう番組でもいいですよ。なんか2つ提供でな、なんかそれぐらいの所存で臨んでるんで、ぜひですね、あの営業バターで、あの伊集院の番組いいですよなんて言うとね、しばらくあんた怖いからね、今時ね、自分はある程度数字取ってっから大丈夫なんて思ってると、だって数字がたくさんあって一銭も儲からない番組と、数字がなくて一銭も儲からない番組だと、まあこれはどっちでもいいわな。でいて、あの数字はないんだけど、例えば儲かる番組では、ここに社長が出てきて、今日はね、コンピューター、ね、もうペンティアムが3なんていう話を、ペンティアムが3でね、もうラムがね、64なんていうようなのだったら、それはもう儲かるわけじゃん、番組的には。儲かるから、もうそれで OK だったりするわけじゃないですか。うかうかしてらんないですよね。まあ世の中銭だということで、今日1曲目ですね、白木実で、銭ドルソング、マンダム親子のテーマ。銭あるぞ、あげるよあげますよ、100億円1000億円持ってけ持ってけよ、銭ありゃマンダム億マンダムやろう、代わりにお前の涙が銭あるよ、欲しい銭欲しいドル取っとけ取っとけよ、100億円100億ドル
しょってけしょってけよ。番組でさ、こう何1曲目、まあ大体番組の一押しだったりステーションの一押しだったりする曲が1曲目になるんですけども、その1曲目の曲がフルコーラスかかることってまずないじゃないですか。しかも今日俺のおすすめ、この番組でパーソナリティが曲をおすすめでかけることが本当に少ないですからね。この間さ、今度ほら、あのもしかしたらみんなリクエストで番組の名場面集とかやるかもしれないっていっぱいこう聞き起こしたりとか、その今までやった5年分のそのテープを聞き起こしたりとか、それから5年分の Q シートっていうさ、今日かかる曲とかの一覧表みたいのをさ、こう見直したりしたらさ、宇多田ヒカルのさ、最初の曲だからなんだ、オートマチックとかえらく早い時期にかかってるの、別に宇多田ヒカルのブームとか来る前にね。そうすると普通さ、俺の番組はもう宇多田が売れる前からみたいな話になるじゃんか、俺はすごいねみたいな話なんだけど、俺もそうだし、当時のディレクターの池田にも全くやる気がないから、そこの横のところの、こうなんていうの、備考欄みたいなとこあるじゃないですか。この曲はいつ発売で何とか書くところで、何のアルバムの何曲目でどういうものの影響を受けてるぐらいまでのことを、FM 曲だと書いてあるところに書いてあったのが、藤圭子の娘なんだってってだけ書いてあるんですよ。別に発売日でも何でもなくね。で、その周辺で見たら、椎名林檎が本当に全然注目されてない頃に、椎名林檎の曲も、書ける曲のところにリストアップされてるんです。その頃どういう風に書ける曲を決めてたかっていうと、池田ディレクターの机の上に、当時の池田ディレクターの机の上になんとなく落ちていた CD が書けられてた頃なんですよ。要するに、プロモーターがどんどん積んでくんだ、あのディレクターの机の上にはね。それで、その時一番上に積んでたやつから3枚書ける曲になってるみたいな状況だったんだけど、要するにそこで椎名林檎を偶然とはいえ選んでれば、あの番組はその曲に関して早いなみたいな話なんじゃない。その時ね、俺がくったらない金玉の話をずーっとしてて曲かかってないんだよね、全然ね。そういう番組の中で今日はですね、白木稔のですね、ゼニドルソング、ね。これはね、俺が幼稚園に入る前か、幼稚園から小学校に移る頃に、この曲の、あの、レコードがうちになぜかあって、で、この曲が俺、ものすごい好きで、で、別にほら、幼稚園の中でも全然流行ってないじゃないですか。幼稚園の中ではまだほら、大きな栗の木の下でとか流行ってる頃ですよ。ね。それがもう一番、なんていうの？あの、ひまわり幼稚園今週の歌ってことでヘビーローテーションになってる、ダイナマイトシングルになってるじゃないですか。もう行くたびに大きな栗の木の下であなたと私じゃないですか。でも、俺はもうその頃まだあの、ミニ FM しかやってなかった頃なんだけども、俺の家でのヘビーローテーションは、ゼニアルゾーがずーっとかかってて、で、すっごい好きだったんだけど、確か、これちょっとおぼろげなんですけど、A 面は、ニャロメの歌とかで、でこれも好きだったんだけど、ニャロメはテレビの猛烈あたろうのアニメに出てくるからニャロメはわかるんだけど、この B 面の方のマンダム親子っていうのが書いたんですけど、で確かピクチャーレコードだった気がするんだよな、当時珍しい。
で、その A 面に書いてあるニャロメはわかるんだけど、B 面に書いてあるマンダム親子に関してはなんだかわからないわけですよね。どっかのチャンネルでやってんだろうと思うけど、マンダム親子はすが、もう影も形も見当たらなくて、多分兄貴かなんか5個上だから、買ったレコードだと思うんだけど、ずーっとわからないまま来て、したら、先週の中頃ぐらいに、珍しく HMV とか入ったんですよ。そしたら、後ろの方に、いわゆる小ギャルみたいな人がいて、あ、伊集院だとかつってて、で、俺たまたま、なんかこう、テクノ系のいい曲がねえかなと思って、テクノコーナーみたいなところに行ってたんだけども、したら後ろで、伊集院テクノとか聞くんだみたいな話してるわけですよ。で、ここで、なんか、テクノなんかを聞く、ちょっと洒落たやつと思われたら最悪じゃないですか。それで、なるべくチンキなジャケットの方に、チンキなジャケットの方にって言ったら、一応、今聴いていいと思った人にちょっとお勧めしておきますか。CD 勧めたのが初めてだね。赤塚不二夫ソングブックっていう赤塚不二夫関連の曲がバーッとまとめてある CD の中に、このゼニドルソング入ってたですよ。いい歌だね。だってね、何が痺れると、今ね、こうさらに聴いて痺れ直してるんだけども、いつ発売かな？元々の大元の曲が、大元のレコード自体は70何年ぐらいのね、ゼニドルソング70何年かぐらいの発売なんですよ。で、当時、幼稚園だった俺にしても世間的な子供向けのものにしても、だいたい大金っていうと100万円とかそういう感じ、大金イコール100万円もしくは100億万円とかよくわからない単位になってるのを100億円ですよ。億っていう単位ってそんなに子供の頃出てこなかったよね。子供向けのものの中に100万円って大金持ちって感じや。それが100億円どころか、歌詞の最後の方では1000億ドルですよ。円1ドル360円っていうのが何年ぐらいまでかな。それが多分その時代か、もしくはそれが解禁されてすぐぐらいだから300円とか250円とか頃ですから、2兆1000億を持ってけ持ってけよーっていう歌ですから、ほんとこれはなんていうのかな、CD 史上今一番の大盤振る舞いみたいな、これ状況なわけですよ。二分の一ビル・ゲイツみたいな金ですからね、これはね。恐ろしい。でもこれね、良くてね。で、そのなんか久しぶりにこう CD 何枚か買ってね、いい曲いっぱい見つけました。なんか子供の頃ずっと聴いて忘れてたね。SOS お尻ペンペン宇宙船みたいな歌とかね、見つけてね、なんか最近ちょっと聴いてるんでですね。ゼニドルソングとかさ、俺カバーしたいと思ったらこれどうしたらいいの？俺久々になんかこう、カバーをしたい。ジョン・レノンのイマジン以来カバーしたい。ね、イマジンの方はまあ、おのとちょっとなんか話が合わなくてカバーできなかったんだけども、ゼニドルソングは一応作詞は赤塚不二夫なんですよ。でいて、マンダム親子っていう漫画があって、漫画があって、今は初めて分かったことなんですけど、この当時赤塚不二夫とか、その講談社とかマガジン系が、漫画の、イメージソングのシングルをバンバン出す頃だったらしいの。要するに、この漫画はこういう感じですっていう。だから、ニャロメの歌の方も、別にその猛烈当たろうとかの挿入歌ではなくて、単にその漫画のニャロメを見るときに聴いてくれっていう曲で、天才バカボンとかが、その昔の西から登ったとかがアニメじゃないですか。で、元祖天才バカボンのアニメの時には、大空の梅干しにとか、こんな感じじゃないですか。でも、その他に、もう一個天才バカボンって歌があって、それは、南信介とかが歌ってるんだけど、それは何なのかっていうと、ずっと気になったら、これは何なのかと思ったら、当時なんか片っ端から赤塚不二夫が作詞をやって、その漫画のイメージソングっていうのを出してて、そのうち一個だったみたいですわ。なんかちょっと面白いもんなんで、よかったら、聞いてみてください。TBS ラジオ、ただいまお聞きいただいている番組は、一瞬光る、そこの出張風俗店の開店以来1万人目の客とやらで、俺の6畳に娘さんが72人来ましたよ。ライナーノーツを見てみると、ニャロメの歌はケムンパスでヤンスと A 面 B 面で、で今のゼニドルソングはダメオヤジの歌だ。そうそう、ダメオヤジの歌が A 面で、ダメオヤジはアニメでやってるんですよ。それでいて、マンダム親子は、マンダム親子って名前もすごいですけれども
確か漫画もやくはその後に漫画で見て、漫画でなんとなく見たことがあって、今思えばあれが漫画もやくっていう漫画があって、なんかドラえもんの秘密道具の代わりにお金をたくさん持っている人っていう夢、大体金で解決するっていう感じの漫画だったっていうのはなんとなく覚えてるんですけどね。久々買ったな CD。 このね、赤塚不二夫ソングブックが1個と、あと1個テクノ歌謡っていう、それはもうさっき言ったなんか、お尻ペンペン宇宙船っていう歌があって、あ、これも今日ちょっと時間あって後で書けるわ。これも謎で、俺はこれポンキッキの歌だったんですよ。正式タイトル何ですか、わかりますか、あの表のにいる AD 柳沢くん、あのお尻ペンペン SOS ペンペンコンピューターっていう歌で、これはなんか宇宙船に乗ってたらコンピューターがおかしくて、もしくはコンピューターのプログラムがおかしくて、インプットがおかしくて、宇宙船が変な風になっちゃったよ、みたいな曲で、ポンキッキだったんですよ。でいて、俺の中では確か小学校の3年生ぐらいにものすごい好きで、この歌がかかるたびに大喜びだったっていうイメージがすごくあって。でも、その、これテクノ歌謡ポニーキャニオン編っていうので、見たら、発売されてるのは、この歌がもともと発売されたのが、82年なんですよ。俺67年生まれで、もう中3なんですよ。中3で喜んでたらちょっとやばい歌なんですよ。かけてみましょうか。中3でこの歌喜んでるやつと多分友達になれないと思いますよ。で、その時克明に覚えてるのは、ポンキッキはその頃、リクエストを受け付けてたんですよ。で、この、ポンキッキの歌の中で聞きたいものっていうのが出てくるわけで、いて、1日に2曲しか、かかんないんですよ、ポンキッキの歌っていうのは。でいて、1曲目が大体その頃、泳げたい焼きくんっていう古い泳げたい焼きくんか、もしくは、なんかね、じゃんけんパラダイスみたいな、そういう曲で、俺あんま好きじゃなかったんですよ。で、かかっちゃうと、もう1曲しか枠がないんですよ。で、2曲目が、中盤ぐらいまで来て、2曲目って来ると、またこの2曲目が、野中の石みたいな歌で、野中の石に、鳥が三羽と回った、みたいな。本当にどうでもいい曲なんですよ、これが。で、そうそう、そこにもテロップで、リクエストをくださったのは、とか書いてあったと、リクエストをくださったのが、例えば、ひらがなで埼玉県、渡辺くんとか書いてあったと、この渡辺ってセンスねえなと思うぐらい、ものすごい嫌いだったんですよ。でも、それって、小学校3年なら可愛いじゃん、自分の好きな歌だから。中3だとまずいでしょ、それどう考えても。中3の俺が心から惚れてた歌、ちょっとかけてみましょうか。SOS ペンペンコンピューター。宇宙船アボカド3号、アボカド3号、こちらコントロールセンター、コントロールセンター、軌道を外れている、コンピューター故障、コンピューター故障、軌道を外れている、軌道を外れているよ。誰がインプット間違えた、これじゃ地球に戻れない、一石飛んでくるくる、燃料弾が減る減る、僕の落ち度はどこにもない、みんな知らずに起きるめくれてる場合じゃないでしょうが、お尻をペンペン、やばいでしょ。だってクラスメイトもう YMO とか聞いてる頃だからね。中3って、ライディーンとか聞いてる頃に、おしりをペンペンっていうのを、しかも俺考えたら、ポンキッキを見てからでは、ちょっと学校遅刻するとこなんですよ。家の位置っていうのは、中3の時は。っていうことは、学校も行かないでこれ聞いてるわけでしょ、俺を。すごいことだよな、なんかな。だって、頭が、ほら、バイト4バイト帰れないとか言ってもなんか、これ頭がデンジャーデンジャー、軌道外れてんじゃーっていうダジャレから入ってんですよ、これなんで。でもなんかね、今思い出してもすっげえこれ好きだったの覚えてんだよな。でもなんか聞かせたら、高生の渡辺は俺と年が7個ぐらい違うのかな、7、8個違うのにもかかわらず覚えてたんで、それもすごいよな。7個違うってことは、15歳と7個ってことは、8歳とか7歳とか
そういう8歳と15歳ってものすごい違うよね。きっとね、32歳と25歳だとそうでもないけど、もの誤差とかじゃないもんね、もうね。同じ曲楽しんじゃってるもんね。でね、これはもうみんなも、その、聴いてる人たちも、30代になってきたりするとちょっと分かってくると思うのは、自分の記憶の中でそのどれぐらいの頃だったみたいのが分かんなくなってくるんですよ。割とちっちゃい頃だったって漠然な括りになってくるから、そのちっちゃい頃、俺の中ではなんていうかタイムラグみたいなのが出てくる。俺がこの、アニメを見てたのは小学校6年だと思ってたら、あれどうも上だったり下だったりとかブレたりはするんだけれども、ただよく覚えてるのがこれね、最後まで聞くと普通にこれ終わってくんで、まあ普通ってちょっとクラシック風になって、でなんか、コンピューターは友達だけど、つって終わるんだけど、ポンキッキでは絶対覚えてるのが、この後全然関係ない、ペギー葉山さんの歌ってる、美しい緑の星、僕らの地球みたいなのが流れてたんだけど、それは必ず流れてたんだけど、それはないし、それ自体もどこ CD 探してもないんだけども、俺はその歌を聞くたびに、この宇宙の果てに行っちゃった後にこの人たちは地球のことを思い出してるんだみたいな気分になって、ちょっとね、涙がじわってきたんだよ。でも中3なんだよ、それ。中3の泣くことじゃないじゃん、それって。でも俺の中での中3地図はちょっとおかしくなってるわ。だってこれを明らかに聞いてるけれども、俺少なくとも中3で、そうね、高倉健と森重久弥が出ててさ、その青函トンネルかなんか掘る映画、海峡海峡、あれとか俺見に行ってた気するんだけどな。あれ中3ぐらい、俺一応今プロデューサーの血の人と大体同じぐらい年なんで、あれ中3ぐらいですよね。もうちょい上か。トラさんのトラジローアジサイの恋って中3ぐらい、それと同じ時に海峡か。俺のイメージでは、その海、すごいわ。じゃあ俺海峡を見つつ、お尻ペンペンコンピューターしつつなの、俺の暮らし。それやばいもんね、どう考えてもね。俺中3の時、あ、そんなだったかな、わかんなくなってんなぁ。で、あと一個は、買った CD が、はじめ人間ギャートルズのサントラってのが出てて、それ買って思い出したのが、はじめ人間ギャートルズっていう、まあ、アニメが未だに好きなんですけども、それに、それが大好きで、で、奈良のおばあちゃんの家に行った時に、奈良のおばあちゃんにはもう山の中にあるんで、当時民放が入らないから、ギャートルズが見れないから、もう帰りたいって言って、すごいおばあちゃん寂しそうな顔してたな、すごい覚えてるのね。うわ、うちで、おばあちゃんもすごい尽くしてくれて、朝、ひいおばあちゃん、その当時、今から考えれば98歳ぐらいのひいおばあちゃんなんだけど、そのおばあちゃんがもう山中歩いて連れてってくれて、で、カブトムシ取ったり、タマムシ取ったりとかして、もう大騒ぎじゃん、子供。にもかかわらずで山菜とか食わしてもらって、夜ギャートルズが見れねえから、帰りてえ帰りてえって時のおばあちゃんの顔とか覚えてるんですけど、で、そのギャートルズのサントラを見てたら、なんか、普通のこうサントラに入ってるゴン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 って歌とか、何にもない何にもないとかは当然なんだけど、挿入歌だった死神の歌ってのが入ってて、で、その死神っていうキャラがギャートルズに出たらすごい思い出すよ。主人公がゴンで、大体みんなが覚えてるのは、ドテチンっていうゴリラとマンモスの肉がうまそうだとか、よくまあ定番のギャグでまあ使う、あのマンモスの肉がうまそうだったねなんて言うじゃないですか。それと、ゴンのお母さんっていうのがまた不思議で、ゴンのお母さんはいつもおんぶひもみたいな、長い服で、中にこうゴンの弟をいっぱいこうそこに5人ぐらいこういつもおんぶしてるんだけど、一番端っこは、あれ動物、明らかにタヌキみたいなやつも入ってたりする不思議なこうやつだったんだけど、死神っていうキャラがいて、そいつが、骸骨かぶってて骨の前に乗ってるんですよ。で、そいつが来ると誰かが死ぬっていう結構すごい重い回があって、で、ゴンは何かにつけてその死神のいるところに立ち会っちゃうから、俺が死ぬのかなと思うと近くのに出てきたモグラが死んだりとかして、とにかくその死神が来ると誰かが死ぬっていうストーリーがあって、でもシュールだなと思ったのが、それ全然関係ない回に群衆とか映ってると、死神立ってたりするのよ、そこに。だけど別に誰も知らないのが、すっごい怖かったものが思い出したりしてね。なんかね、今回ちょっとね、あれです。あ、俺音楽について語ってかっこいいな。
もうすごいよ、もう。久々に音楽コーナーとして成り立ちましたけどね。ちょっとおすすめでですね。赤塚不二夫ソングブックとですね。まあ、SOS ペンペンコンピューターは、親戚に小学校3年ぐらいの子供がいるときには、勧めてあげてほしいと思うんですけど、まあ、今回ちょっとこう CD 買ってみました。TBS ラジオ、ただいまお聞きいただいている番組は、一級に光るお手玉から虫が東京都ペンネーム割れた草加せんべい with 宿題は最終日に大きさ豆知識人間の身長は直立すれば良いだけなので簡単に測ることができるがゴリラなどの前かがみの動物はこのようなわけにはいかないそのため動物園などでは座っている時に顔の位置からお尻の位置までの長さを測りそれを体調として記録している歌手の小柳ゆきさんのプロフィールはこのようにして作られたものなのであろうかファックス、ね、読んでないですけど来てますね。ペンネームコールミーヤンさん、僕もお尻ペンペンの歌を覚えています。確かその歌に出てくる、その歌にこう出てくる、要するにバックに流れてるアニメのロケットのイラストがお尻の形をしていそうなんだよ。ロケットのいわゆるそれバーニアの部分ってあるじゃないですか。噴射口の部分がお尻の形をしてて、飛ぶ時にプッ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 プみたいな、ちょっとマッシュルーム型の吹き出しみたいなのが出てたんですよ。多分それに心を奪われたんだと思うんですよ、俺。中3で。受験で。何やってんの俺みたいな俺中3なんてもう全然大人だったはずだ。日ハムが前に優勝したのが多分中2か中3ぐらいで、その時に割と一人できちんと東京ドームとか行けたし、東京の当時の後楽園球場とか行けたし、今でもその時のメンバーとか全員言えたりするし、だってブルーハーツがデビューして、友達にデビューする前に友達にブルーハーツってすごいのがいるから一緒に見に行こうぜって言われたのが高1、高2ぐらいだと思うんですよ。っていうことは、お尻ペンペンコンピューターから1、2年でブルーハーツってのも、またそれもちょっと早いじゃないですか。なんじゃそりゃっていうことだよなぁ。すごい不思議なものが同居してるな。何か俺嘘記憶で埋めてる気がするわ。本当は、なんかほら自分の昔のことなんかさ、自分で言ってるうちに分かんない、いい格好してるうちに大体分かんなくなってくるんですよ、こんなん。そうやって考えると、なんか中、だって俺ね、中3の時にすごい人生に悩んで、高1で上がる時にものすごい悩んで、10年間って生きるメリットっていうのを決め、生きるあんなにリミットっていうのを決めて、25歳の誕生日に自分で納得いかない人生だったらもう死ぬんだって決めて、部屋の壁にドーンってそのことを全部一面に書いて、それを見ながらずっと暮らしたんだよ。でもその時俺の頭の後ろに流れてたのは、おしりよペンペンなんですよ。なんだそりゃ。俺は俺が許せなくなってきたね、だんだんなんかね、俺の人生がね。そうだよ、なんかのおしりのペッ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 っていうの今でも覚えてるもんな、なんかな。不思議な人生だこと。ね。ちゅうことでですね、おもすごく東京都江東区ペンネームエルビアンキさん。その歌って小3でもまずいですって書いてあるもんですね。小3でもどうもまずそうな匂いしてるもんね。まあいいっすよ、そんなね。もうだんだんそうやってさ、混沌としてくんだろうね、なんか記憶の中なんかさ。だからさ、90ぐらいのじいさんとかになったらさ、もう自分の人生なんか本当のことも嘘のことなんかもうわかんないよね、多分ね。でいて、作っちゃった思い出もあれば、逆に忘れちゃって出てこねえやつとかも絶対あるから、そうすると忘れちゃって出てこなくて、その時誰も同時にいなかったとか、その時一緒にいたやつは全部死んでて、でいてその、交渉されてないような、伝承されてないような、ことなんてもうなかったのと一緒だからな。そうやって考えるとなんか、すごいね。まとまったところで、すごいね。で、まとまったところで、来週もう来週っすよ。来週の10月16日月曜日、伊集院光深夜のバカ力からスペシャルウィークということなんですが、何度も言いますよ、しつこいぐらい言いますけど、本当に今回のスペシャルはですね、今までかつて僕らの番組ではありえなかったぐらい豪華ですよ。例えば予算がちょっとしかないとかあるじゃないですか。そういう番組あるでしょ。予算マイナスとかありますからね。俺の金が取られて競馬につぎ込まれたりとかしょっちゅうじゃないですか、こんな。ねえ。
でも、まあ、ここ何回かのスペシャルをですね、いっぱい節約してきた回もあってですね、豪華に行けそうです。ね。あ、節約っていうと響きはいいけど、ひどかったな。前回の放送なんて普通に聞こえてましたけども、スタジオは工作用紙で作りましたからね。もう音なんかバンバン漏れてるようなスペシャルでしたし、それからあと、お弁当切り詰めたとか、よくこう、シャレで言う人いるでしょ。そんなもんじゃないですもん。白い飯じゃなくて麦飯とかないじゃないですか。セイタカワダチソウを飯風に煮詰めたものとかをみんなで食って、もうクションクションくしゃみしながら、ね。ご飯ご飯でつぶやったもんいいんだね。ね。これはご飯、ご飯、ご飯、つって。ね、本当に砂をはむような暮らしをしてですね。いよいよ、やることになりました豪華なスペシャルプログラムはこちらです。番組開始5周年特別プログラム、伊集院光る深夜のバカ力から、ライブインニューヨーク。考えるニューヨークはこの BGM にぴったりですね。なんかね、ニューヨークといえばこの辺りですよね。で何度も言いますけれども、もう私のスケジュールが大問題なまま、もうですね、お前らさ、俺のスケジュールがこんなに問題なのにさ、なんか一応予定表みたいのもらったらさ、構成渡辺、それから、AD 柳沢出る日早すぎね。土曜とか日曜とか出れば全然大丈夫でしょ。土曜とかもう出てるんですよ。ほいで言って、いや俺は誰と行くかっていうと、プロデューサーの知能と一緒に行かなきゃいけないんですけど、プロデューサーの知能さんは絶対ね、入国で顔で引っかかるんですよ、絶対。顔が国際的にちょっと話し合わないと入れない感じの顔の人なんですよ。ねえ、だからね、大変なんですけどね、まあ私はですね、その知能プロデューサーと一緒にですね、生放送当日の月曜日の朝11時に成田を出発します。で、飛行機は12時間30分飛びますんで、12時間30分後にニューヨークの空港に到着します。だから、この全く机上の空論とは言うものの、この、時刻表通りに行くと、ニューヨークの空港に予定通りに着いたとしても、本番の1時間30分前に飛行機の車輪が出るっていう感じでしょ。ね。ね、出なかったりもするわけでしょ。ね、出なかったり、出なかったりはましないと思いますけれども、ね。で、ここから入国審査を済まして、車の渋滞もなくニューヨーク支局に着くことが可能なのかどうか、毎週ですね、一人二人の専門家にいろいろですね、質問をぶつけておりますが、ここで今日はですね、ニューヨークの出張から帰ってきたばかりのですね、TBS の方に一つ聞いてみたところですね、こういった回答をいただいております。ニューヨーク入国の件ですが、自分の時、10月1日の場合は、10月1日に向こうに行った時には、団体旅行、しかも年配の方中心が詰まっていて、ものすごく時間がかかりました。入国だけでも1時間強かかっております。で、同行の友人に聞いたところ、この時期は一般の人は仕事や学校で旅行者としては少ない。で、料金も安い。で、その代わりに別段仕事とかがない、その、お年寄りの団体旅行が入ることがあるので、それと同じ時間になると、僕の時みたいになるでしょう、ということをいただいておりますね。ねえ！そういうことです。もうね、おじいちゃん、おばあちゃんはね、大変ですよ、大体。ほら、別にさ、団体でさ、着いたとしても、一人一人で入国するからさ、大体じいちゃんばあちゃんはさ、入国するときに書くさ、変な入国許可証じゃねえ、なんつうのやの。ああいう紙とか、大体、入国カードが書いてないですよ。で、ローマ字って書いてあるマスのところに、トキタ船ってもう完全に、カタカナで書いてますからね。パスポート番号っていうところに下手すりゃ、時田船って書いてますから、それパスポート番号だろみたいなことになってますから、そういうのが、好きな食べ物とか書いてますからね。イナゴとか書いてますから。で、サインって書いたところに、硬いものは勘弁してくださいとか書いてますから、そうするともうそれすごい時間かかりますんで、でいて、大体そのここが一番空いてると思っていくと、トイレから帰ってきたばあさんとかが出てきたりとか、そういうことになりますから、ね、これ本当にまずそうですね。で、
まあ、これに関してはもうやってみるしかないんで、ごねごねここで言ってもしょうがないんで、行きます。私、月曜日の朝出て、ね、速攻でニューヨーク支局の方に、私ですね、向かいますけれども、万が一ってことありますので、万が一っていう言葉っていうのは、1万分の1ってことですから、確率がすごい低いじゃないですか。そういう意味では、万が7350ぐらいの確率で、アクシデントが起こりますんで、アクシデントっていうほど予想のつかないもんじゃないんですけども、到着しなかったりとか、到着したとしても、例えばその空港からニューヨーク支局に行く間にまっすぐ行けばいいですよ。途中でもうなんかもうニューヨーク特有の甘い香りがしてきて、こう右の方にずれてったら、あのなんかとんでもないこう三つ壺みたいなところにこう顔を突っ込んだまんま突っ伏して死んだりとかすることもありますから、あ、恐ろしいんですよ、ニューヨークっていうのは。ね、あのニューヨーク東43番街の逆奇跡みたいなことが起こるかもしれませんから、とにかくそういう、万が8392のことが起きた時のためにですね、B プログラムの方を用意しました。B プログラムの企画はこちらです。番組開始5周年記念プログラム、伊集院光る深夜のバカ力から、新プレイ、ボンプレイ&渋垣対ベストヒット。ないないない、恋じゃない。ないないない、愛じゃない。この間アドマチック天国で薬丸さんと一緒だったんですけども、予備っていうか、なんつうの、罰みたいなもんじゃないですか。罰みたいなもので渋垣対ベストヒットもどうかと思うんですけども、とにかくだから一時の時報とともに、要するにどうもニューヨーク来ました伊集院光ですみたいなのあるじゃないですか。だから一時の時報とともにどんなジングルが鳴るかってまず楽しみですよね。要するに、伊集院光る深夜のバカ力から番組開始5周年ライブインニューヨークっていうジングルが鳴るのか、もしくは、5周年記念プログラム、新プレイ、ボンプレイ&渋垣対ベストヒットってなるのかっていうのは、すごくこれ微妙なところなんですけども、もし、まあ、B プログラムが流れた場合はですね、こちらですよ。で、先週ですね、ベスト3の途中経過を紹介したので、今週はですね、渋垣対ベストヒット、もうすぐトップ10の方を発表したいと思います。15位から11位の曲、まずは第15位です。第15位はですね、寿司食いねえ人気に伴って、英語版王寿司がですね、15位に俺思うんだけど、これをさ、流すじゃんか。例えば流すじゃん。そうすると、ニューヨークでスタンバイしている支局の方にも、当然その曲は流れるわけじゃないですか。どんな評価だろう。TBS、日本の TBS ってのはどんな評価だろう、その時に。ね。第15位です。さあ、続いて第14位。大ヒット曲「サムライ日本」がですね、惜しくも第14位です。ここから巻き返しはなるんでしょうか。続いて第13位。男一騎ですよ。男一騎がですね、第13位にランクインです。もしですね、ニューヨーカーのエンジニアとかに尋ねられた時にはですね、これは渋垣隊とか言わない日本のヒットチャートだというふうに、随分似たアーティストがいっぱいいるんだなって流行ってるって答えてください。ジャンルとしては渋垣っていうジャンルだというふうに答えてください。30代からの女性からのリクエストがですね、8票ほどありました。さあ、第12位は。あっぱれぱれ。ベスト10の射程圏ですね。第12位はあっぱれ藤山がランクインです。歌だしか思い出せない曲カツがですね、初登場の第11位。来週はベスト10入りになるんでしょうか。以上、もうすぐトップ10でした。もうすぐトップ10ってワクワクするじゃん。普通ドキドキするね、違う意味でね。なんかこれ流れんのかみたいな。日本に流れるのもそれやばいですよ。だってスペシャルウィークですからね。スペシャルウィークですから。ただ万が一これで数字取れた場合には、もう次のクールから渋垣隊のアップスになりますからね、この時間帯ね。さあ、間に合わないとマジで10いきますよ。いや、もうすぐベストで含めて15いきますか。間に合わない場合は、これ大変なことになりますんで、ぜひですね、皆さんの方ですね、心配しつつ渋垣隊のリクエストの方お願いします。それからですね、メインのですね、名珍場面の方なんですけれども、名珍場面はですね、結構ハガキの量すごく多くてですね、自分が忘れてたようなやつまでリクエスト来てるんですけれども、ペンネーム東京大王さん。
3年ぐらい前のコーナーで週末に予定されているイベントがどんな内容かを予想して次の週に答え合わせをするというコーナーがありました。例えばときメモの映画の公開前にエンディングはどうなるのかをリスナーがハガキで書けるというもんだったと思います。これですね、正確なタイトルはですね、ウィークリーアップス時代なんでアップスウィークリーブックメーカーつって、要するに月曜じゃないですか。でいて次の、まあ、土曜とか日曜とかにこうどんなイベントがあるかを調べて、でそのイベントはどうなると思いますかっていうのをみんなでこうネタでハガキを書いてもらって、でいて実際に本当はどうだったのかを次の週にハガキを読んだ後にテープを、その場所で撮ってきたテープを流すっていうこと で今日はですね、でこれは意外に聞いてみると面白かったですね。意外にずっとまとめて聞いてみた、面白いっていうかね、やばい、なんか何でもやっていいと思ってるような感があるね。で一応このハガキにあったときメモなんですけど、映画のときめきメモリアルの公開の前の月曜日なんですよ。でその月曜日に今週末公開されるときメモは一体どんなストーリーかっていうのを予想してもらって、でいて、本番でハガキを読んでから本当のそのときメモのねエンディングの、もう公開したばっかりの時ですよ、公開したばっかりのあの劇場版ときメモのもうエンディングの部分を音声だけでオンエアしたという、でそちらのテープ聞いてみましょう。正解はですねこちらです。見事正解は一人だけいました。ペンネームですねデブ同人さんからいただいたのが正解とバッチリだったので、その確認のためにも、お聞きください。僕がしおりちゃんに告白なんか来たばっかりに関東ローム層が火の海になってしまった。しまった、ロボット兵士たちか。ターゲット発見、ターゲット発見、指令308により直ちに狙撃開始します。うわっ、こんなところでやられてたまるか。暗殺拳開脚円月輪爆裂降下弾電撃強斬殺、そう次から次へと、これじゃキリがないぜ。この間まで幸せな学園生活を送っていたという。ねえ、伝説の木って知ってる？あ、マイヤーおじさんが羊のお産の準備してる。行ってみましょう。今度は僕が一番乗りだぞ。待って。またないようだ。なんでこんなことに。
暗黒星雲から立ち込める負のエナジーが、黒太陽のビッグバンが始まったんだな。オリンポスの神よ、もしできることならしおりちゃんに伝えてほしい。オリファルコンの走る閃光は6次元すらも超越すると。ときめきメモリアル。出演、藤崎しおり役、コペル吉田、諸岡一等斎役、オクラホマ幹雄、マイヤーおじさん役、ガリ元国連事務総長、羊役、ヤギ、ヤコペッティ大佐役、ゴクミ、文部大臣役、ゴクミ、監督、ゴクミ、脚本、ゴクミ、音楽、ゴクミ、配給、ゴクミ、ナレーションは私、ゴクミがお送りいたしました。近日公開、ゴクミ物語。元祖国民的美少女後藤久美子の生涯を完全映画化。主演の後藤久美子役にタモリ、ミカエル・シューマッハ役にダッツ&スターを起用。素晴らしいね、新しい可能性、極み落ち。それだけで俺、これがですね、97年の8月の11日放送なんですけど、これね、毎週こんなことやってるんですよ。でいて割と短命で終わってるコーナーなんですけど、そりゃそうですよ、たかだか一ギャグのためにラジオドラマを5分も6分も作ってるんで、パンクしてんですよね、番組自体もう完全にね、このコーナーね。でもなんかね、聞いてみたらね、いろんな名作もありましたんで、覚えてるやつがあったらですね、リクエストしてほしいと思います。他にもね、いろいろ、まんまリクエスト来てないんだよね。俺はあれが最高だったと思ってるリクエスト来てないやつとかある。カニ釣り特攻戦スペシャルね。乗ったよ、お前。普通の、ま、ボートの後ろに、普通じゃ考えらんないような大きさのエンジンが4機ついてたからね。ほんで行って、カニ釣ってて捕まりそうになって、これはもう殺されるなってんで、背に腹は変えられねえってんで、ロシア船に向かって、釣ったばかりのカニをぶん投げて、軽くすんのと攻撃すんのと二つの理由で。で、最後、港でホッとした時には、カニが一本もねえよ。なんだったんだよ、俺たちはっていう。スペシャルとか。どんなスペシャルだよ。ねえ。そんなスペシャルとかあったんですけど、カニの投げてることなんて未だにね。あ、ただ、紛失してるかもしれないね、テープが。そう、テープ走行を調べたら、全部で、本数が何本ぐらいかな。全本数が260本ぐらいテープがあるんですけれども、そのうち、なぜだかこれは未だに原因不明なんですけども、97年の10月と11月が、丸々8回分ね、紛失してるんですよ。で、あと、96年の3月11日っていうのもね、紛失してるんですよ。で、この全部で9本ないんで、よろしければですね、グブーだって。このよろしければですね、この、機会に、もし、個人的にテープを取っていて、個人的に楽しんでいるテープのライブラリの中にあるので、伊集院さんよかったらダミングしてあげますよっていう人がいたらですね、ちょっとご一報ください。管理責任を取ってですね、AD の柳沢くんがですね、あなたの3時間思うままになるということなんで、あなたのもうしたいようにですね、もう今からもう乳首を柔らかくして待っているということなので、ぜひぜひですね、そちらの方のご連絡もいただきたいと思います。で、リクエストをくださった人の中からですね、リスナー100人を集めたですね、視聴会を、これもし、このテープがオンエアされなかった場合だけです、視聴会の方を開きます。もしくは、途中で、
遅れたけどニューヨークについて後半オンエアされなかったっていう場合はその後半の分だけでも視聴会をやりますので、どんどんリクエストの方をくださいね。あのどうせリクエストされても放送されないんじゃなんていうね、もうしょんぼってしょんぼっちゃってね、でどうせどうせ俺がリクエストしたところで放送されないに決まってるなんて石を蹴ったらね、主の頭にガツーンって、主の耳からものすごい量の血がああっていう、まあそういうことも起きますから、あんましょんぼりしないで石は不意に蹴らないようにね。ということで渋垣隊ベストヒットのリクエスト、また深夜のバカ力からチンプレーボンプレーの宛先で、さらにはあの私97年10月分11月分もしくは96年3月11日の放送のテープを持っていますよっていう方がいたらですね、その辺書いて送ってください。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ力から、福本信之の漫画に出てくるザワっていう事態ザワホントの、係まで送ってください。それから当日聞いてくれた人にはですね、ニューヨーク土産プレゼントもあります。 TBS ラジオ、ただいまお聞きいただいている番組は伊集院光る自分の運命を悟ったあいつは股間を思う存分かきむしりながら谷底へと消えていったのだった。埼玉県ペンネームメディトリバース、祭り豆知識。祭りのことを指す2つの言葉、カーニバルとフェスティバル。この2つにはカーニバルは参加して楽しむ祭り、フェスティバルは見物して楽しむ祭りという違いがある。ファックス来ましたよね、埼玉県川口市の橋本さんからですね、映画海峡ですが、映画海峡正確には1982年で合ってるんですよ。でしかもこれがリバイバル上映じゃ絶対なかったのはちゃんとパンフレットも買ったし、俺ね驚いたことに海峡は、それで南こうせつが歌ってた友ありてっていうあのレコード買ってるんですよ。だから俺は友ありてとお尻ペンペンコンピューターを両方聴いてるはずなんですよ。で一応友ありては TBS のレコードであったということなんで、さっきの歌はもう忘れてください。俺は大人っぽい中3だったはずですから、ちょっとあの友ありて聴いてみましょう。お尻ペンペンコンピューターも確かに聞いてたけれども、海峡も見たし、県産ブームも来たもん、駅ステーションとかも行ったもん、警察の人殺しっておばあちゃんが言うとことかもちゃんと覚えてるもん。なんだ俺わかんねえよ、もう中3の時の俺が何がしたかったか、もうどうなったかもわかんないもん。それお尻をペンペンもやりましたけど、聞きましたけども、わっけわかんない人生ですよ多分。駅ステーションもこの前後ぐらいだと思いますよ。あと誘拐報道とか映画も見に行ったし、なんだ俺さ。それじゃですね、そんな俺も大人になったことだし、こちらのコーナー行きましょう。便所の木製サンダルでタップダンス、ダメ人間だもの。
愛知県ペンネームピカワ。便所の木製サンダルでタップダンスでいいのは、俺のイメージでいいのは、一つは、日頃はそんなこととてもじゃねえけどやらなそうなやつね。で、見てるやついないね。で、もう一つは、決めがきちんと決まってる。で、カカ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 カっていう最後のカカは決まってるっていう感じが僕はすごい好きですけどね。出てニヤリっていう感じなんだけど、何事もなかったように自分の部屋へっていうのが旅館でね、しかも旅館でやってほしいですけどね。便所の木サンダルって最近なくなった気するな。なんかな、あの木製のね、木のサンダルなくなったね。あれ意外にダメ人間グッズだよな、俺の中にはな。あれが楽しいの方に入ってるのがやっぱりダメ人間グッズだよな。ダメ人間だものはですね、自分のですね、なんていうのかな、自分にプレッシャーにならない程度の人間だものを作ろうとしたら、やっぱりダメ人間だものになってしまったということで、ダメ人間の心に響くようなですね、修行家の作品をお待ちしております。それじゃあですね、一枚目を読むか、この時報をやり過ごすかがすごく難しいところなんですけどね。ちなみにうちの便所にかかってた相田光雄の本家人間だものの方は、今日はなんか花はただ咲いていて、ただ枯れていく、ただになれないんだなぁなんて書いて、もう今日わかんねえ。ねえ、いや俺がダメだからですよ。ねえ、もちろんみんなすごいいい人にはこの時報だって綺麗に聞こえてる、ものすごい。ねえ、だけども俺みたいなダメな人間にはなんかまだわかんないんですよ。でもダメ人間なものは割と通じるものがいっぱいありますんで、行きましょうか。長いの行こう。本名 OK、 小林誠、北海道。ダメ人間なもの。母が新聞の投書欄に載ったと大騒ぎ、家族中にその社会への不満みたいのの欄を見せるのに漏れなく俺に回ってくる。いやいやながら一別すると、そこにはパート先の上司に化粧が濃いと言われ、なんてデリカシーのない人なの、私だって女なのに、というような内容。顔中の笑顔で、顔中笑顔の母を一瞬で凍りつかせるセリフが頭をよぎるが、そこは黙って2階へ。そして夜中、その部分だけ切り抜かれた新聞をぐしゃぐしゃにする俺。ミトゥオ。当初マニアのお母さんとかって、うちそういうタイプじゃないか分かんないんだけどさ、すごいよな。なんかな、なんか分かんないけど、そのなんていうの、テレビへの批判とかそういうような当初じゃなくて、その日あった出来事みたいな、何欄っていうの、ああいうの、なんかこう、新聞とかにあるじゃんか。なんか今日、駅の前で缶を拾っている、小ギャルを見つけた。確かにガングロなのだけれども、人は外見で判断しちゃいけないなと思ったみたいなのあったりするじゃないですか。あれなんかすっごい恥ずかしい感じするよな。声とかそういう欄だよね、基本的にはね。続いて、ペンネーム核爆弾セット980円。ダメ人間だもの。もう切羽詰まってトイレに駆け込んだ時の、もう切羽詰まってトイレに駆け込んだ時の便意が全てへだった時の感じ。絶対ダメっていう油汗びっちょりでガーってもう虫取るようにズボン下げて、鍵もかけんのもままならずの時に、またトイレにきちんと便座に腰掛けた時のへって、音がすごい間抜けじゃない、なんかプードルでバーみたいな、あのなんかこう口を開いて、要するに口を尖らせて音出すとプーって感じだけど、口開いてからバーっていう、なんかもうどうしようもねえやつでんじゃん。なんかあの時の良かったおならでなのか、俺はなんで急いでたのかって、あの中間ぐらいの怒りじゃない、怒りもあるか。そうだよね、お前おならだったらおならって言えよっていうのあるよね。怒りとか虚脱とか、あとなんかホッとするちょっと幸せみたいのもあるし、またあのペーが全部腹から出てく感じですごいいい感じするでしょ。お腹の中のあの張ったあの放満感が全部なくなるみたいな、大腸の放満感がなくなるみたいなとこあるでしょ。あ、良かったりするんだけど、ただ何だったんだろうって、俺途中でばあちゃん突き飛ばしてまで来たぜみたいなところありますよね。で、決死の覚悟じゃん、自分はちり紙持ってないのも分かってんだけど、もう入り口のあのちり紙買うとこなんかパスして、とりあえずと思って、それはこれは何だろう、
人間ってこう喜怒哀楽ってあるけれども、その喜怒哀楽を例えば十文字型でさ、よかにボキャブラ天国にあるパカパクみたいなやつでさ、ああいう感じで喜と怒と哀と楽とかにやったら、それとは全く違う次元の切羽詰まってトイレに駆け込んだ時の便意が全てへだった瞬間っていう方向性があるぐらいのね、ゴーシリ。あれそうだよな。そういえばさ、俺最近ね、自分でちょっとまた一つ俺の趣味の中のライフワークとして始めたことが、いろんなお店の、前も言ったけどトイレの男便所と女便所のマークっていうのにものすごく今すっごく俺楽しくて、どこ行ってもその男便所と女便所のマークをデジカメにこう撮って保管しようと思ってて、もう何枚か撮ってるんですけど、いい作品を撮ってるんですけど、その矢先にこう恵みの人がボンボボボボボボボになっちゃったじゃないですか。なんかうまい言い方がよくわかんない、僕法律用語あんま違いないんですけどもね、えバッピーデューバーデューバーだったじゃないですかランナーウェイしそこになっちゃったじゃないですかね、えヌーボーがねえ、ヌーボーの影に隠れてるかなと思ったらめっかちゃったじゃないですか。だからもうそれ以来さ、なんかさ、女メニューの前にデジカメ持ってるっていうのってやっぱりもともとすごい気をつけてるけど、もともとすごい気をつけてて、誰か出てこないとか人が入ってないとかもきちんと分かった上で、表から撮れる範囲でしか撮ってませんけども、でも何かあった時に俺が例えば、いやいやそういう意味じゃなくて撮ってたんですよって言っても、また耳にタコができるみたいな話かみたいな話になるじゃないですか、俺のところが。それどうすりゃいいんだろう。でもそのコレクションは男便所だけじゃ成り立たないんですよ。要するに、ま、男と女と全然その、なんつうの、意味がわかんねえよみたいな微妙なやつがいいんですよ。で、両方で、まあ、清掃中とかの時には全然撮っててもいいんですけど、何かの表紙に撮ってるところ、別に俺はその被写体として便所のそのマークしか撮ってないのはわかっても、撮ってるところとかポケットにカメラが入ってて便所の近くにいるっていうことが見られた時に、俺はちゃんと大丈夫な？ランナーウェイできるの？とても好き？ねえ、そこが、下手したらおまわりさんと二人だけの遠い世界にってこともあるわけじゃないですか。お前を連れてってこともあるわけでしょ。それがちょっとね、なんか怖いなと思ったりするんですけどね。また元戻りますよ。また、ダメ人間なもの戻りますけれども。続いてはですね、ペンネームガルベス風の宇宙人。ダメ人間なもの。電車内で陰夢、目覚めてドキドキあるある、すっごいあるって、なんだろうね、あれいけねえのは隣に座った OL がいい匂いのやついるだろう、なんかあんやろ、なんかものすごい、お前なんかいい匂いの汁を撒いてきてるだろ、今売り撒いてきてるだろみたいな、またなんかね、すごい美人とかそうでもないんだけど、なんか中途半端ぐらいのやつがいい匂いされたりすると、多分俺は何も気にしないでこうやって寝てんだけど、寝てる時に鼻からいい匂いが入ってるじゃないですか。それでなんか多分脳の変なところが開けられて、脳会議で言うと前頭葉とかがなんかそういうのにいろんな命令して開けんだろう。それでなあ、で、あ、今見ちゃうんだろうな。なんかね、多分、なんだっけ、会話とかから、今入りますみたいなのが入っちゃうんだと思うんですよ。ほいで見てると、言い訳立たねえけど、また疲れてたりするから、ダブルで行ったりするんじゃないですか。干した時のなんか、罰の悪い。お、一回降りるよ、俺。すごい急ぎじゃなければ、誰が見せたかもわかんねえじゃんか。で、パッと見た時に、目が合ってないやつ全員が、多分一回ずっと見てて、今目を伏せたような気がしてくるんですよ。新聞見てるやつとか、絶対見たと思うようになってくるんで、そうするともう、それはね、もう一度、うぐいす谷で降りますよ。それはね、もう。さあ、続いて。ちょっと季節外しちゃったな、待ってるうちに。ごめんなさい、ペンネーム3年5組28番。夏の終わりぐらいに読んどきゃよかったな。ダメ人間だもん。網戸にしがみついて、じっと死を待っているセミの何かを訴えるような視線を感じながらの注意。ミトゥを。見えたら終わりだよね。もうだからね、
なんでソニーはグラストロンを開発したのかってことになるわけですよ、これ。あの、要するにあの、サングラス型のメガネみたいなかけるだけの、もうあの、ビデオ、テレビを、なんで開発したのかっていうと、要するにもう、すべて他の情報を遮断したいわけですよ。だ、例えば何ですかね、もうビデオ見ながら、ちょっとちょいと、ね、ちょいとその、主演してる時にね、ね、パッと目に入る、部屋に置いてあるさ、なんかお袋が買ってきたようなさ、日本人形みたいなと、どうしてももう、一回目やったらもう全部ダメじゃん、もうどうやったって。目を合わせらんないみたいなとこあるじゃん。ああいう時に、逆に言えば、これもう女性リスナーはもういいです。ね、もう聞きません。そんな聞いてることを僕は聞きません。弾くなら弾いてください。してる時に、じゃあ、完全にもうしょぼーんってなっちゃって、する気もなくなっちゃえばいいんですけど、まだできんですよね、とりあえずできんですけども、なんか全然合格点じゃないじゃん、なんかもうダシュインじゃないですか、なんかもう絶対これは殿堂入りできねえみたいなところあるじゃないですか、主因の殿堂に飾られないじゃないですか。あれ、ね、いい主因ができてる時には殿堂委員会の人が必ず見てますから、ね、あなたの時のそれをまあちゃんと彫刻にして主因の殿堂にこうやって並べてくれますから、でカウントされてるとものですから、絶対これは俺がもうでいただいて死ぬ間際に殿堂委員会の方が来て、もうそろそろご臨終だと思いますけれども、あなたの中3の時にですねみたいな、そういう素晴らしい衆院なさいました、しかも想像の力だけでっていう、それがですねフィニッシュの瞬間がこちらの銅像になってるんですけれども、こちらのレリーフになってるんですけれども、そういう委員会の人が来るんですよ。でも一回そのセミを見ちゃったらもうなんか全然ダメじゃないですか、なんか下手すりゃトラウマになっちゃったりするじゃないですか、変な性癖になっちゃったりするじゃないですか。だからね、もうね、多分そこまですっごいいい主因で、もう電動の人、今日のこのビデオの見方といい、なんかこういいんじゃないのみたいな話してるのにもかかわらず、そろそろ委員会の人もこれをベストに入れようかと思ってる時に、またこのセミが断末魔みたいなのでちょっとだけじって泣いたりするんだよ。でじって泣いたからチラッと見ちゃうじゃんか。そしたらもう動かねえんじゃねえのこいつみたいなことで、暗分自己硬直みたいなもんで、6本足のうちのその下の4本だけはがっちり噛んでるけど、2本はもう全然ダメみたいな、聞いてカパカパになっちゃってるぞこれみたいなところで目合っちゃうと、もうダメだよな、なんかな。何、ばあちゃんが痰が絡んでる音が急に聞こえちゃったり、ばあちゃん寝てる途中に急に、うわぁとかなったりするじゃんか。それ聞こえちゃった、もうダメだよ。だって、なんか俺の頭の中の妄想ワールドみたいに、ばあちゃんがもう入っちゃって、もうばあちゃんが来てるもんね。しかも、ちょっと苦しそうな、あららーってのばあちゃんが入っちゃってるから、もうダメ、殿堂入りしねえよ、そんなの。もうな。もう全然ダメですよ。やだな、俺、でもさ、これできっと俺が60になったとするじゃんか。そうするとこれが32の時の思い出として、こんな話をしている俺と、なんか神さんとかに夢を語ってる俺みたいなのがいるわけじゃないですか、両方。それはね、15、6歳の時にね、海峡を見ながらお尻ペンペンコンピューターも聞きますよ。そういうもんなんですよ、人間ってのはね。こんな感じ。ね。これいいっすよ。ペンネーム。衛星規制。この人すごいな、最近よく読まれる人だな。衛星規制。ダメ人間だもん。弟も絵の具を食べる芸でクラスの人気者らしい。つれえねえ。どうも風の噂が入ってくるのには弟もで、自分の家じゃ絶対言ってないから俺を真似したとは思えないんだけれども、しょうがねえな、もう。すごいの行くよ。これ最近ながら俺すっげえ好き。絵をちゃんと浮かべて。ペンネーム千利休、千の利休、千の利休。ダメ人間だもの。重いよ。重いよ。もう軽いと思って受け止めようとしたらぎっくり腰になるよ。今日はその何、便所の木製サンダルでタップダンスから入ってから大丈夫なんて思うと結構グッとくるよ。俺もちょっと一回喉を潤してから行こうって感じなの。お茶で。伸びてるからのがいいと思うよ。家で聞いてる人は一回ちょっと伸びしてからのがいいと思うよ。ダメ人間だもの。病室で眠っている母親の隙を見て
財布を開けようとしたら同部屋の老人患者に腕をつかまれた。重いっつうのそれどう考えて。おじいちゃんもチューブとか出てんだよ。チューブとか出ててもう体がガッチリ固定されてる状況なのに手だけでガシッって取られて、うーうーうーと思ってそっち側見たらおじいちゃんがにっこり笑って2回うなずいただけだから、何かやめろとかじゃないから。これはね、これは取れないっていうか駆け出しちゃうよね、駆け出しちゃうよね。でその後思うことっていうのは、これダメ人間ならではの本音を言いますよ。本音を完全に言いますよ。もし俺がこの立場でここから病室から逃げ去るでしょ、次からずーっとお見舞いに来るたびに、このじいさん言ってないだろうな、このじいさんお袋に言ってないだろうなって思ってきます。絶対思いますよ。ダメ人間ですもん、なんて言ったって。いい人間はそこでもしかしたら取ろうとも思わないし、おじいちゃんにもちゃんと謝れるかもしれませんよ。もうダメ人間だから、心の底で絶対何にもしないし、その おじいちゃんの体に触るなんて絶対しないけれども、頭の中で漠然と、あのおじいちゃんってそんなに長くないはずだよなっていう感じのことをずーっと考え続けると思う。それはしょうがないよね。俺のその連想って、しょうがないですよ。俺はもうそういう風に育ちましたから、そういう感覚。だから、俺の言う立派なダメ人間っていうのは、だからおじいちゃんに迷惑かけるとか、だからおじいちゃんに何かをするってことじゃなくて、心の中ではそう思っちゃってるっていうことをちゃんと感じ取ってる人が立派なダメ人間。かもしれないし、違うかもしれないし、ね。さあ、それじゃあですね。軽いのなんかねえかな、はい、上を。ダメ人間だもの。これ先週読まなかったっけ、俺。これなんかね、控室で読んでると分かんなくなるんだけど、とりあえず言っとく、愛上を。桃を胸に入れてっていう。読んでない。ダメ人間だもん。桃を胸に入れて、おっぱいとおちゃらけていたが、桃の毛が刺さって荒れ上がり、病院へ。これね、こういうのも同居するからね。桃ってなんかさ、頬ずりとかすると最悪なんで、なんかすごい痒くてね。ということでですね、ダメ人間なもの、このコーナーですね。郵便番号 107-8066。TBS ラジオ伊集院光る、じいさんはまだ見ている、ダメ人間なものの会話でお待ちしています。曲、僕の大好きなエブリリトルシングル、愛のかけら。早押しクイズ、キュキュキュロ Q の Q! クイズといえば、まあ、早押しクイズ王は早押しクイズ王のままなんですけど、皆さんのおかげで早押しクイズ王は守られてますよ。なんて言ったって私が先週こう答えをこう言ってから、皆さん頑張ってその答えに合わせてクイズを作ってるわけですから。でもね、オールスター感謝祭はもうダメでした、今回は。いつだ?土曜か。土曜日やりましたオールスター感謝祭ですけども、今までだって前回が俺3位とかじゃないかな、で賞金も50万円とかもらったですよ。で今回は5時間半ぐらいクイズあって、見た人分かると思いますけど、最後にあのシモンとみんなで駅伝やろうみたいになったじゃないですか。あの駅伝の前まで賞金ゼロですからね。俺別になんか何もしたわけでもなく、全然わからないっていう理由でゼロで、最後総合成績が、全部で167人いて、しかもこの間にいろいろマラソン出たりとかしてる人いっぱいいるわけじゃないですか。そういう人は全部クイズに参加できてないんですよ。俺全部丸々クイズ参加して、135位とかですから、相当な低さなんですよ。言い訳をしていいかな?唯一言い訳をして、したいなっていうのは、まず一つはね、クイズの方式が一つ変わってるんですよ。で、クイズの方式が一つ変わって、これは変な話、その、いつも同じようなやつが勝ってても面白くねえだろうっていう意思が働いてると思われる、いわゆる、動物のどの犬が1位かとか当てるクイズの後のピリオドがすごい長いわけですよ。だからあれはもう4分の1の運でしか当たらないから、運で外した後にはもう何も、あれが1問目でしかも必ずあるから、順番並び替えとかじゃなくてあるから、あそこで外すと、あと何、10問近くないんですよ。で、それが何ピリオドかあったってで、全部その動物を外してたのが一つと、もう一個はね、吉本新喜劇の吉本のさ、ほんとことか出てるのかな?石田康さんっているじゃないですか。あの人、あれ、ものすごい後ろなんだけどね、俺は一回ぐらい一緒に仕事一緒になって、で、まぁ、あ、今回ご縁で仲良くなったんですけど、石田さんが必ず、これは3だなって必ず、なんか俺のわかんない問題とかの時に、
あれと声でかいのよ、舞台育ちだから。で、一人言で、これは3やな、ナイトスクープやってる人。3やなって言うから、3を押すと、別に自信ないの。どう考えても自信あるトーンで、3やなって言うから、すごいのが、石田さんが一人言を言うと、この周り30人ぐらい全部罰になるのよ。石田さんの必ず大きな一人で、最後、隣に座ってたトミーズのマサさんに胸ぐら掴まれてたからね、お前は声を出すなって言われて、すごかったよ、石田さんが。だって、石田さんが、これは、例えば、まあ、駅伝やっても、D チームの勝ちやなって言ったら、2分後にシモンに抜かれるみたいな、D チームは。石田さんが全部、多分石田さんもっと低かったと思うんですけど、石田さんの独り言攻撃にやられましたね。でも、すごかったな、でも今回の、汗かき選手権。で、あれをさ、汗かき選手権を参加する人、全員ボタンを押してくださいって言われると、もう押すほかないのよ、もう。だってもう、このキャラで、あそこで俺が押さないと、ま、お前のための企画だぞみたいなことちょっとなるじゃん、周りの雰囲気としては。伊集院これも押さないんだ、なんていう感じになるじゃんか。だからイエスって押して、で、押したんだけども、選ばれたのは松村くんと内山くんと、上島さんなんだけど、あれってどうなん？見ててどうなん？なんか、恐ろしい絵面だったよ、なんかね。選ばれなくてよかったなーっていう。昔マラソンを、隣に座った磯野貴理子さんに間違えて、いたずらでマラソンをイエスって押された時以来の、よかった、選ばれなくてっていう感じの経験しましたな。そんなこんなで、早押しクイズ99の9なんですけども、で、今週出てる問題はですね、iMac が答えになるものと、もう一個は10月の、9日が答えになるものですが、じゃ最初はですね、こちらです。10月9日クイズ、キキキの9の9の9。まずはこの曲をお聴きください。柱の傷は一昨年の5月5日の背比べ。このように童謡背比べでは、柱の傷は仲の良い兄弟の象徴となっていますが、我が家の姉が明らかに殺意のこもった形相で投げつけてきた電話の呼気が当たって粉々に砕け散った時についたうちの柱の傷は3年前の何月何日にできたもの。俺すごいな、こんな個人的なことを答えられるんだね。10月9日まずはこの歌をお聴きください。丸書いてちょん丸書いてちょん。さて、おなじみのドラえもん絵描き歌、この後、お豆に根が生えもじゃもじゃ、そこを四角いマスで囲んでモザイク処理と続きますが、UFO が落ちるのは何月何日？10月9日ですよ。大成功じゃ、ついにわしのタイムマシンが完成したんじゃ。こい、そこのデブチン、今は何時代じゃ、一体いつなんじゃ。10月9日実に何ヶ月かぶりにお腹が痛くない朝を迎えたので、久しぶりに登校としゃれ込み家を出たところ、どうやら自分の制服が通学する他の生徒と違うご様子。しまった、衣替えがあったのか。結局惜しくも校門まで300メートルのところでまたお腹が痛くなったのはいつ？10月9日一般的にはあまり知られていませんが、実は遅れてすまなそうに恐怖の大王が降りてきたものの、誰も相手にしてくれなくて日帰りしていったのは昨年の何月何日？来てたんだ、10月9日俺らモテないキッズにしてみれば、クリスマスもバレンタインデーもホワイトデーも何月何日と全く一緒。10月9日ドラクエ7のバグを全部なくすためには、堀井雄二さんの髪の毛があと500本抜けるまでデバッグをしなければなりませんでしたが、仮に堀井さんをつるっぱげにしてでもそれを強行していたら、発売日はいつになっていた？10月9日この問題はオーディエンスに助けを求めることができます。人気ギャルゲー、トゥーハートに出てくる姫川琴乃の誕生日はいつ？松江くんいつ？10月9日俵万智作のベストセラーサラダ記念日の中で、この味がいいねと君が言ったからとくれば、下の句は7月6日はサラダ記念日ですが、お前ケツの穴2つあんじゃん、何それ予備と君が言ったからとくれば、下の句は何月何日は俺が普通だと思っていたことの中にいくつかの普通じゃないことがあるのだな記念日。10月9日す
けえな。お前ケツの穴二つあんじゃん。何それ、予備と君が言ったから10月9日は俺が普通だと思っていたことの中にいくつかの普通じゃないことがあるのだな、記念日でこの日が来るたびにいろいろ疑ってかかるっていうね、それからですね、一般的にはあまり知られていませんが、実は遅れてすまなそうに恐怖の大王が降りてきたものの、誰も相手にしてくれなくて日帰りしていったのは去年の何月何日、10月9日、調布市のペンネーム、ドクツボ。さっきの、サラダ記念日の問題はペンネーム、バンゲリングベイ&杉並区ペンネーム、ジャイロ太郎ということで。ね福島県のペンネーム、西茜。ドラえもん絵描きが、丸書いてちょん、おまめにねが、はえもじゃ、もじゃ、そこを四角いマスで囲んでモザイク処理と続きますか。10月9日に UFO がね、あっち行ってこっち行ってこっちですから、これ一応絵に描いてみると、ちょっとしたサイコガンみたいな形になると思います片方の手にはちょっとなんていうの、シールドがついてて、片方の手はサイコガンみたいな形になりますから、それはそれで新しいドラえもんとしてご愛顧いただきたいと。さあ続いて、もう一つの方、答えが iMac になります。 iMac クイズ、キュキュキュの9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 。UFO 研究家の八尾純一さん、ついに UFO を捕獲の緊急連絡を受けて駆けつけたところ、千葉知った目の八尾さんが我々に見せてくれたものは何？ iMac。 コンピュータースケルトンときたら、この番組のリスナーならズバリファミリーコンピューターのサラマンダーと即答するでしょうが、どうやら世間一般では違う答えが主流のようです。さてどんな答え？ iMac。スケルトンだ、流線形ボディだ、キャンディーカラーだとおしゃれなセールスポイントを並べたところで、タレントのイジリー岡田さんの手にかかったらエロ画像閲覧マシンとしてしか機能しないコンピューターといえば何？ iMac。 デブの野村くん、夏もとっくに過ぎたのに今日も T シャツ1枚で投稿、しかも汗をかいて自慢の巨乳がスケスケです。さてどれくらいスケルトン？ iMac。 テレビアニメ一休さんからの問題。インターネットのウェブ上に見事な出来栄えの優香のアイコラヌード画像を見つけた将軍様、しかし将軍様の趣味的にはちょっとポーズが物足りない、そこで城に一休を呼びつけ無理難題、これ一休、この優香ちゃんを縛ってみよさて一休さんがトンチを聞かせて出した答えは、将軍様、私が優香を縛りますから、ここから優香を追い出してください。さて一休さんが指差したのはどこ？アイマック。タレントの田代正史さんの撮影したダジャレビデオの中で一番有名なビッグマックという作品は、タレントの森久美子さんがおにぎりと間違えて何をむしゃむしゃ食べるところを盗撮したもの？アイマック。さまざまな失言でおなじみの森総理大臣、その中でも有名なのは沖縄サミットの席上でアメリカのクリントン大統領に開口一番放ったオタクの国の E1 ってパソコンスケスケでかっこいいねですが、クリントンがジョークとして受け取ってくれたので事なきを得たこの発言、総理は何のことを言いたかったんでしょうか？ iMac。 僕の姉の部屋の机はピンクのスケルトン、電話もピンクのスケルトン、コンセントも事務用品も全てピンクのスケルトンです。さてそんな姉が父にコンピューターをねだったところ、数日後ジャパネット高田からコンピューターが届きましたが、父と姉は険悪なムードです、さて姉の計画ではどんなコンピューターを買ってもらう予定だったでしょう？ iMac。今年の慶応幼稚舎の入園試験の問題です。左側の四角に倉木舞の時は右の四角には宇多田ヒカル、左側がヒステリックブルーの時には右側にジュディ&マリー、左がうまい棒の袋のあいつの時右はドラえもん、では左にソーテックの E1 の時は右は何？私鈴木純、先日新藤アナが最新型のスケルトンのパソコンを安く売ってくれるというので、パソコン大好き、しかもアップルコンピューターの大ファンの私が即座に10万円渡したところ、赤いセロファンに包まれた MSX を渡されました。何か話が違う。さて新藤アナはお金を渡す前に何を売ってくれると言っていたでしょうか？ iMac。私はね、今回はこれ好きですね。テレビアニメ一休さんからの問題。インターネットのウェブ上に見事な出来栄えの優香のアイコラヌード画像を見つけた将軍様将軍様の横にアイマックがあるんだろうな。なあ、これ一休、この優香ちゃんを縛ってみよう
こんまかったな、でもな。横浜のペンネーム、パウルプラテ、パワフル藤田さんプラスアルファね。あと、それからですね、福岡県春日市ペンネーム、消しんところ様。スケルトンな流線型ボディでキャンディーカラーだとおしゃれなセールスポイントを並べたところで、タレントのいじり岡田さんの手にかかったら、エロ画像閲覧マシンとしてしか機能しないコンピューターといえば何?iMac? あのマニアックなところでこれですね。ペンネームヒゲズラ下柳。コンピュータースケルトンときたら、この番組のリスナーならファミリーコンピューターのサラマンダースケルトンカセットだったんだよね、と答えるでしょうが、世間一般では iMac っていうことでさ、じゃあ来週です、来週の答えはですね、一つはですね、俺の中で大ブームチョコエッグ。俺の中で大ブームが来たおかげで、なんかスタッフ全員げんなりっていう感じの、なんか変な汗かいてるでおなじみのですね、チョコエッグとですね、それからもう一個ホワイトアウト。ね、もう皆さん見たと思いますよ。素晴らしい映画ですよ、もうホワイトアウト。もう特にね、CDMA1 がアップになるシーンとかね、っていう、なんかすごいドキドキするもんね。あのもうダムがこれから大変なことになるって時に CDMA1 がブッドアップとか、これどうなっちゃうんだろうって、もう俺の中ではこれは織田裕二じゃなくて、あそこの何つったっけ名前、吉岡だっけ、忘れた、あの役名忘れたけど、これはもうこの主役の俳優さんじゃなくて、もうダムに勤めてる人なんだって感情移入がすっかり済んだところで、パッとまたがるヤマハのスノーモービルのヤマハっていう字のでかい写し方とかに織田みたいな、そういうこう面白さがすごいありますんで、ぜひ見ていただきたいと思いますが、答えが、チョコエッグもしくは、ホワイトアウトになる問題、どんどん送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、チョコエッグクイズ聞くの9、伊集院光る深夜のバカ力からチョコエッグクイズ聞くの9もしくはホワイトアウトクイズ聞くの9の係まで、で来週はニューヨークからなんで、このコーナーはないんで、再来週までに、どんどん送ってください。お待ちしております。月曜深夜1時から3時の伊集院光の番組のタイトルが決定しました。その名も伊集院光母乳フローズン。福岡県ペンネーム県シノオカの穴。授乳豆知識。授乳は膝の上にタオルを置いて、その上に赤ちゃんを乗せ乳を与える横抱きと、ボールを抱えるように赤ちゃんを抱いて乳を与えるフットボール抱きの2通りがスタンダードな与え方。逆世界遺産。21世紀までに消したいもの100。もうタイトルそのままですね、世界遺産がですね、21世紀、22世紀、23世紀と残したいものだとするならばですね、逆世界遺産はですね、早いところ消して、21世紀までにはなかったことにしたいものをですね、我々で指定していこうというコーナーですが、100のうち今61位までがですね、指定されてますね。急いで、もう21世紀に間に合わなくなりますから、急いで指定していかないといけませんね。それじゃあですね、ペンネーム仙台駅西口集合。21世紀までに消したいもの。綺麗になろうとしていないオカマ。そうね。普通にさ、ゲイなこととか全然悪いことじゃないんだけどもさ、オカマって一応女装みたいなの入ってるじゃないですか。で、結局、その女装して、しかも綺麗になろうとしてないどころかって、あ、しかもさ、ブサイクにもなろうとしてないって、笑われる方にも行こうとはしてないっていうのはあるよね。それからさ、ペンネーム仙台駅西口集合、同じく、辛さ30倍とか同行した激辛ラーメン。っていうかね、俺思うんですけどね、激辛ラーメンの何十倍っていうものってあるじゃないですか。もう美味しくなくて体に悪いっていうのは食べ物じゃないですから。間違ってる？美味しくなくて体に悪いものは、美味しいけど体に悪いはギリギリ食べ物だと思うんですよ。でいて、美味しくないけど体にいいっていうものは、まあ、これも、かなり薬に近いんだけれども、食べ物だと思うんですよ。でも、美味しくなくて体に悪いものは、食べ物屋は売ったらいけない気が僕はするんですけども。おもちゃみたいなもんでしょ？食べられる おもちゃみたいなもんでしょ？きっと。食べられるおもちゃ？食べられるなんかゲームのなんかそういうものと一緒じゃないですか。これが食べられるかどうかっていうね。逆ベクトルにあるのは、遊べる食べ物。
ナルナルミニナールとかそうですよ。あれさ、逆、全く逆の方にあるんですけどね。ベルフーズ系のね。続いて。これ本当に思うわ、ペンネーム食あたり。時報としてやたら長いメロディーを流し続ける時計。いつ2時なのみたいなのあんじゃん。あの変なカラクリ時計みたいなやつ。なんかさ、でんでげんでデン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 みたいな、なんかちっちゃいやつがいっぱい出てきたりすると、でんでんて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 ん、あ、今なのかな、てんで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 んみたいになってくと、いつなのこれっていうのになりますから、出だした時なんだろうね。マリオンのとか5分ぐらいなってるでしょ、あの変な時計。なペンネーム、タチツーテート。21世紀まで消したいもの。プッチンプリンのプッチン部分。いちいち今更そんなに開けて食うやつはいるんだろうか。あー、そうね。あ、もったいないお化けが団体で住み着いている我が家では、この手の容器は必ず取っておくのだが、食べ終わって洗っている時にプッチンしてしまい、アロンアロファで付け直す作業が必要となり面倒くさいって、そんなにしなくてもいいんじゃねえのかなあ。プッチンプリンが出た当初ってのはなんかすごい画期的で、とにかくプッチンしたもんですけどね。今そうだね、プッチンしたいともそんな思わないね。続いてペンネーム、平成と書いておぴよぴよ。学校にある黒板消し吸引器、あのなんか変な、かつお節削り器みたいな形のやつですよ。なんか、ボイーンってやつですよ。あれさ、間違いなくさ、あの、校舎の外にまでバンバンバンってやった方が全然取れるよね。てか、あれは取れてんの？あの変な、よくわかんねえけど。例えばだけど、あの機械って全くあれの改良版って出ないじゃん。俺たちが小学校ぐらいの時から、あの変な、まあ、わかりませんよ。中の吸引力が上がってるとか、そういうのどうあるのかどうかわかんないんですけども、多分、もっと簡単な、その空気清浄機みたいなの前で棒で叩くようなシステムの方が、絶対取れるじゃないですか。てか、あれはどこのメーカーが出してるんですか？どこで売ってるんですか？ハンズで売ってそうですよね。なんて言えばいいんですか、あれ。物の名前は。黒板消しクリーナーみたいな言い方なんですか？はあ、なんかあれはずいぶん昔からあるよな。学校のなんか教室と教室の間の角とかにあって、当番のやつがあれをグイーンってやりに行くんだけど、綺麗になる効率の悪いことときたらすごいよな。あれ1台いくらするんだろう。でも学校単位で言うと階に1個ずつあるから4個ぐらいでしょ。それじゃ癒着の起こりようもないよな。あのその程度のことだったら、校長先生、うちの社の黒板消しブイーンってやるやつちをどうぞ使ってくださいなみたいなことはない。校長先生にも指摘に一つなんて、私だっていらねえからな、校長先生家でそのブイーンってやるやつ。なあ。あれいらねえよ。なあ。ペンネーム、節だらを声高に。漫画家のメッセージのところに書いてある、もう休みが欲しい、死にたいみたいな悲痛なコメント。もう俺の SOS をキャッチしろと言わんばかりに書いてありますよね、あそこのところで必ずね。大体あの目次のところに書いてありますよね。目次の一言答えみたいところにすんごい斜に構えた答え出す人いるでしょ。スピリッツで俺大体チェックしてるんですけども、この世の最後の日だったらあなたはどうしてますかとかさ、またさ聞かなきゃいいんだよ別に。あんそんなことさ、それを一人ずつに聞いていくもんだからさ、誰とは言わねえけどさ、寝てるとかね、あと必ずセックスって書くね。あいつ系はね。やつ系は書くね。なんかね、俺のファンなところでは大体ね、今まで見てね、これやばいかなと思ったのは、一時期のストッパーブス島後期のハロルド作石先生のところが、もうやめてみたいな。なってましたね。でもああいうところでこう調節して、あそこに書くぐらいだから、要するに編集部員とか、これはちょっと休みあげなきゃいけないな、みたいなことになるんでしょうから、それ以外の期間がない以上は、あれをやっておかないと、作品に今度出ますからね、作品やばくなったりしますからね、なんかね、画風がね。さあ、続いて。さっきちょっと激辛ラーメンに似てるんですけど、ペンネーム、花と花火とどんどんどん。ジャンボカツカレーとかラーメン3人前とかを制限時間内に食べても、タダになるだけのチャレンジ企画。これもね、なんて言うんですかね、苦しいものをいっぱい食べて、もう、要するに最初の一杯は美味しいと思うんですけど、最後の2杯ぐらいはもう苦しいじゃないですか。それでお金をもらえるなら労働としての、もしくはギャンブルとしてのそれあるんですけど、タダになるだけっていうのは何だろうっていう気がしますよね、ちょっとね。それ自体はね。
しかも失敗したりもしますからね。ペンネーム平成のござる、逆世界遺産、笑っていいともなどでものすごく悪いタイミングで声援を送る女、全員ぶすごいね、あの声援の、みんなで、ね、うわー頑張れ頑張れ静まったとおり頑張ってとか言う女でしょ、でちょっと笑いがボーって起きるでしょ、もうねこれは本当にいなくしていいわ。なんかセンサーとかをつけて、その大きな波を越えた後の少し遅れで来る小さい波の方に向かって吹き矢が出る装置みたいのを開発して潰した方がいいって。だってあいつ絶対的に笑っていいと思うのが、一時期全く同じ声のやつが何度もいたから、こいつどうも同じだぞっていうことがいたからあったよう、俺のイメージする声って今頭の中一個なんだけど、同じやつならばあの同じやつでまずいし、違うやつとするならば、人間にこう、そういうことをする特有の生態を、なんか特有の種類がいるってことでしょ？同じような声なんだからさ。やばいわ。その周波数に合うセンサーをつけて、毒針がビベって3本ぐらい出る装置を作った方がいいですよ。で、あれ、もう構われちゃうとあんまり終わりだからね。俺は落語家をやってる頃によく師匠に言われたのは、落語に向かって、おいとかって声かけてくる人に構ったらそれで芸はおしまいよって話をする。その人は絶対いい気になって次からまた声をかけてくるから、絶対いじるなって言われたもんだもんね。だもうムカつくんですよ、あの声聞いてるとね。あとはですね、そうですね。これも思うわ、ペンネーム杉作 J リーグ。AV 女優よりも明らかにブサイクなグラビアアイドルっていう。でいてこういうやつに限っておそらく AV 女優をちょっと一段低くお前見てんだろうみたいなところの発言をうまく言えないけど、なんか例えばグラビアアイドルだから、あのヌードになったらおしまいぐらいのこと言うじゃん、ヌードになったらもうあの終わりだからみたいな話とかするじゃんか、お前はもうその前に終わってるんじゃーっていう。さあ、今日もいくつかじゃちょっと指定していきたいと思うんですけども、一つはですね、その30倍以上同行した激辛ラーメン、これは指定でしょね。それとプッチンプリンのプッチン部分ももういいですよ、なんか新しいものからもっとびっくりするようなやつ、なんかプッチンはもうみんな分かっちゃったから、プッチンってやるとポって、21世紀はあれをプチってやってポってやるとバラの花の形にベローンってなってびっくりなんていう、もしくはプチってやったのに妖精が見えたりとかする、おおほら、で、妖精が俺の頭の周りを2回転してから、こう、空に向かっていった後に、あ、プリン食べよう、みたいな、そういうのだったらば、21世紀っぽいですから、やっていいですからね。21世紀までプッチンプリンもなくしましょう。プッチンプリン自体です。プッチン部分をなくしましょう。黒板消し吸引器もいらないね。それと、まあ、笑っていいと思うですごい変なタイミングで声を送る女いらないね。あと、AV 女優よりも明らかに不細工なグラビアアイドルは、これはもういらないね。今日ちょっと大量じゃないですか。いくつぐらいになりましたか？全部で5個、5個指定しましたんで、今66個目残すところ、あと34個指定していきたいと思っております。月曜深夜1時から3時の伊集院光の番組のタイトルが決定しました。その名も伊集院光音大でのいじめテノールでバリ雑言。埼玉県ペンネームビー玉の転がる家、憲法豆知識。新憲法などと呼ばれている日本国憲法だが、世界で施行されている憲法の中ではなんと17番目に古い。伊藤家の食卓。うら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 タムタム、うらうらタムタム、うら。いきなりいきますよ、大発見。ブス山さんのどのすぎたオーバーリアクションは女子すら無視。大発見。俺の両親は最初俺を天使くんと名付けるつもりだったらしい。大発見。大人は俺たちのことなんて何も分かっちゃいない。かえって面白い。一回りしてちょっと面白いわ。あー、いいわ。大発見。お札が入っているのは仏壇の左の引き出し。大発見。僕が陰謀を見た次の日は必ず大雨。大発見。私モームスの吉沢に似てるって言われるのという珍面さんからは離れろ。
大発見、ばあちゃんの心臓を止めずにしゃっくりだけを止める驚かせ方大発見、デブに携帯を貸すと輝く必ず長袖の裾で拭くようにしてるからね、袖のところで拭くようにしてますからね。ざっと一応名前を読んでいきませんとね。大発見すごいわ。デブに携帯を貸すと輝く。ね、荒川区のペンネーム、ゴミ袋の中に何かが。ね、大発見、私、モースの吉沢に似てると言われるのという陳面さんからは離れろ。陳六さんの宴。ね。これ噛んでごめんね。大発見、ばあちゃんの心臓を止めずにしゃっくりだけを止める驚かせ方。ペンネーム、主任運転手さんですね。大発見、僕が陰謀を見た次の日は必ず大雨。ペンネーム、これは何だろうな、読みつきかな、それから大発見、ブス山さんのどの過ぎたオーバーリアクションは女子すら無視。この人は秀樹さんですね。それこれ受けたな、ペンネーム、マゲマゲ。大発見、大人は俺たちのことなんか何も分かっちゃいないんだ。そして、ペンネーム、西茜。大発見、お札が入っているのは仏壇の左の引き出し。ペンネーム、オーディオネガティブ。大発見、俺の両親は最初俺を天使くんと名付けるつもりだった。まだいけるかな。大発見、カーリングのルーツは俺が昔考えたツルツルインサートゲーム。港区ペンネーム、青みどろ。大発見、ちょっと押されてんな。埼玉県須戸で、大発見、俺のヘの匂いはうんこそのもの。ペンネーム、プチブルサンキュー。大発見、母が寄り合いから持って帰る菓子の袋には必ずミスズアメ。久々思い出した、お袋が寄り合いから持って帰ってくる菓子ってさ、なんかビニールに入ったバラバラのやつだろ、なんか、あ、それなんかイメージあんな。そこにあのザラメせんべいみたいなのよく入ってんのよ。ザラメせんべい、ミスズアメと、あと、いちごミルク系のやつがパラッパラッと入ってんだよね。そういうイメージあんな。ペンネーム、練乳。大発見、カオルという名前の女、戸籍をよく見たらクソ。じいじ、漢字漢字、酒盛りに重いって書いて下に横手がてん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 ってなってるカオル。戸籍をよく見たらクソ。小林薫でいうところの小林クソって書いてあるんですよ。フンっていう字が米に異なるが書いてあるんですよ。いつも思うんだけどさ、三浦和いるじゃんか、三浦和義、あのサッカーの三浦和義いるじゃんか、あれって絶対親父間違えたよな。絶対和義って書こうと、だって知ってるの知るっていう字なんてさ、絶対和って読まねえもん、そんなのなあ。俺多分バーって書こうと思って失敗して知るよしって書いた気するんだよな。その寸法からいくといるよ。小林クソ。カオルってんで。クソって書いたんだけど、一応、あの、何、あの、送り柄だけは、一応、カオルって書いてある。さあ、ペンネーム、謎のロシア人。大発見、ドレッシングに驚き、サラダの中から出てきた青虫。大発見以外の方も読みましょうか、ちゃんとね。大発見とですね、裏技ともらってますからね。それではですね、ペンネーム、仙台駅西口集合。裏技、志村の後ろにお化けがいることをピール学園応援団張りの一文字で教える裏技。後ろっていう字だからね。しかも最初は志村なのよ。それをグッと裏返すと後ろだから、そうするとさすがの志村も後ろだなと思いますから、そっちを映してくれって話ですけどね。ペンネーム、チャンクーキー小宮。裏技、
真夏の練習が終わったラグビー部が部室に戻ってきた際に餃子をそっと忍び込ませ蒸し餃子を作る裏技まずそうですからね、ペンネームマンスリーハガキ職人。裏技、ゆっくり浮かんできた小柳ゆきを金属バットで叩き落とす裏技あれプロボでこうゆっくりこう浮き上がってくるじゃないですか。あれ屋上にこうバットを持っていて頭が見えたのでサウララーってやるのでひりもみしながら落ちていくわけですよ。あなたのって言いながら落ちていくわけですよ、ね、それは DVD に入ってますから、あのベスト版の中にね、あの 裏ロムに入ってますんでね、あもうちょっと時間ないですね。まあ、来週、ニューヨークの方行きますけれども、こちらのコーナーですね、さらにですね何々の法則まで OK にします。裏技、それと、大発見と最後が何々の法則で終わる、本家伊藤家では読まれないようなネタを待っております。どんどん送ってください。女じゃですね、今日もちょっと時間がないんですが、少子帯で相馬と面白ミックスを聞きながらですね、ちょっとですね、少子帯メンバーの近況です。まず野崎くん、今日全国模試がありました。小学生でもこういうのあるんですね。国語算数理科社会の4教科を受けたんですが、算数がやばそうですね。それからですね、岡田くんはですね、センター試験を受けてみようという、ことにしたということですね。そうすると芸能活動やってる場合じゃないんですけどもね。渡辺くんはですね、先週の水曜日に風邪をひいてですね、治ったんだけれども大学を休みがちになっているというやばいですね。それと、小島くんが今ゲームの制作が忙しくて会社に8連泊中。そして戸谷さんがですね、この前の木曜日から大好きな渡る世間が鬼ばかりがですね始まってですね、とても嬉しいという、そういう情報が来ております。そして、女性陣ですね、三宅さん彼氏と喧嘩中。そして小宮さんはですね、先週の木曜日毎月恒例の電気止めるぞ予告が来ました。7ヶ月連続で受賞中というですね、こういうことになっております。ニューヨーク明けにちょっと大きな動きありますのでお楽しみに。さて、いよいよ来週はですね、泣いても笑ってもスペシャルウィークということでニューヨークからの生放送をやりたいね、ぜひやりたいね。まあ、一時の時報とともにですね、どんな声が出るのかをですね、まあ、皆さんは楽しみに待っていただきたいと思っております。それから今日発表する予定だったですね、少子帯の顔メンバーなんですけれども、ちょっとあの喋りすぎて時間がなくなってしまいましたので、来週私がニューヨークに着いた場合は国際電話であなたの顔が面白いという、あなたの顔がとても面白いので、メンバーになってくださいという依頼をしたいと思います。もし支局の方にですね、外国人のですね、スタッフとかがいた場合には、ね、そういう人にも見せて、これどうなんでしょう、日本でこんな面白い人がいっぱいいるんですけども、外国人の目から見るとどうなるの最高日本語じゃんそれね。まあすげえ喜んだ世界レベルのやつを選ぶことも可能ですからね。その辺をですね、あのちょっともう国交問題になるぐらい面白い顔っていうってことは、ニューヨークにあの顔の写真を持っていくってことじゃないですか。もしかしたらもう引っかかるかもしれないよ、ご禁制っていうことで入国をあれ拒否されるかもしれませんから、そっと渡辺君の荷物の中に入れておきますのでお前何を広めに来たんだって話になりますから、アメリカにしてみるとね、保護動物の写真をいっぱい持ってきたやつみたいなことになるかもしれませんから、その辺気をつけたいと思いますね。まああとはね、一応今週いっぱいぐらいで、とにかくリクエストされたですね、名場面とかを編集してですね、まず来週ダメだった時用の番組作ってからいきますんで、まだ間に合いますから、ギリギリまで、まあ今日明日ぐらいかな、急いでリクエストを出してくれれば、そういえばこういうコーナーあったななんて思いますね、書いてもらえると思います。あとですね、今回、使わずともですね、これからの資料として保管したいと思いますので、97年10月11月のテープを持ってる方がいたらですね、ご一報いただきたいとね、97年10月11月そして96年3月11日、何らかの形で、AD 柳沢君がお礼に行くということで、じゃあ今週はこの辺で、来週絶対聞いてください。それが伊集院光の声を聞いた最後だった。